はい。皆様、こんにちは。安ろです。この動画は NHK 出版から出ている大河ドラマ、光る君へのガイドブックに載っているあらすじを参考に、第23回、雪の舞う頃の内容ネタバレ解説する動画となっています。ネタバレが嫌な方は、放送終了後に復習動画としてご覧ください。はい。それでは早速、内容に入っていきますが、ガイドブックによると、第23回の放送は、主に以下4つの話が描かれます。 はい。ということで、丸1番のジュレンソンの正体から見ていくんですけど、えー、その前に最初に断っておくと、えー、丸1番、丸2番でお話しする越前で起こるお話については、えー、ほとんど実際の歴史とは関係がないドラマのオリジナルストーリーとなっていますので、えー、ドラマとして楽しんでいただいた方がいいところかなと思います。はい。ということで、えー、早速、丸1番のジュレンソンの正体から見ていきましょう。 まず、前回の放送で、松原客観で通時、通訳として働く三国の若者が何者かに殺害されました。まあ、当ね、登場したと思ったらすぐ死んだって感じでしたけど、えー、とにかくこの人が殺害されました。そしてその結果、まあ、本当に犯人なのかどうかはわからないけど、え、総人のオサ、ジュレンツンが犯人として捕獲されてしまったという状況にありました。はい、そこでため時はどうしたらいいでしょうかっていうふうに道長に相談したんですけど、 えー、道長は道長で、えー、その頃、都に勝手にこれ地かが戻ってくるとか、えー、貞子が解任しているみたいな難しい問題があったので、えー、ため時に対して、越前のことは越前で何とかせよっていうふうに手紙を返していましたよね。はい、ということで、ため時からすると、えー、非常に困ったっていう状況になったわけですけど、えー、そういう状況の中、前回の放送の最後で、えー、常民が証人を連れてきていました。ちなみにこの時常民は、 ジ様は通詞を殺していない、証人だというふうに日本語で言っていましたが、ジ民が日本語を喋れる理由についてはもう少し後で説明するので、え少々お待ちください。はい。ということでえ、とにかく常民が証人を連れてきたわけですけど、えこの人は松原客館で働く下人でした。はい。そしてこの下人は、早成という証人が通詞を殺害するところを目撃した。えそのことを源の三つ正に知らせたが、 殺したのはジュレンツォンだと証言するように強いられたと言いました。はい。では、源の三政って誰だったかというと、え、今画像が出た越前之助を務めている人、え、つまりため時に次ぐナンバー2だよっていう人が、え、この源の三政になります。 はい。でにいわく、え早やなりという人が本当の犯人なのに、そのことを三つに言った結果え、殺したのはジュレンソンだと言え、と知られたということですが、え、源の三つは当然そのことを否定しました。はい。そこでためときは、早なりという人を尋問してみたんですが、え、すると早なりはちゃんと容疑を認めました。はい。で、早なりいわく、 そうと商いをするために、三国の若者にマイルを渡し、ジュレンツオンへの取り次ぎを頼んだんだけどえ、額が少ないと言われてもみ合いになった。そしてその表紙に三国の若者が転んで、石に頭をぶつけて死んだ。というふうに早なりは言いました。はい。ということで、えつまり本当の犯人はジュレンツオンではなくて、え源の三つまさらが無実のジュレンツオンを落とし入れた。ということが明らかになりました。 はい。では、源の三つ正は、一体なぜこんなことをしたのかというと、えその理由について三政正は、我らはこの一年、僧人を見てまいりました。彼らは膨大な数の財宝を持ち込んでおり、それを出し絞ることで、物欲のある苦行や朝廷を煽り、国同士の商いの道を開かせようと企んでいる、と私は思っています。そうなれば、したたかな僧人の思うがままにされて、朝廷は損害を被るだろう。だから私は、 え、ジュレンツォンに罪を被せて、え、ジュレンツォンの力をそごうとしたのです。みたいなことを源の三政は言いました。はい。ということで、まあ一応ね、その三政はただの悪人だからこういうことをやったわけではなくて、まあ一応三政には三政なりの正義があってこういうことをやったわけですね。はい。とは言っても、その無実のジュレンツォンを陥れたということには変わりありませんし、もしそのことがきっかけで国同士の問題にね、発展してしまっても困ります。 はい。ということで、メめキは、僧に対する筋を通すという意味もあって、え源の三つんに対し、え年内は謹慎するように言いました。はい。こうして、無実のジュレンツオンは解放されることになったわけですが、えこの一連の事件を通じて、ジュレンツオンはメめキに対する信頼感が芽生えたのか、メめキに対して、私は商人ではなく、僧の朝廷の密命を受けた肝心だ。 日本との交易を図るように命じられており、それを果たさなければ帰国できないので、あなたの力を借りたいというふうに真実を伝えました。はい。ちなみに、越前編で新たに登場した人物の中で、えジュレンツォンが唯一の実在したことが分かっている人物にはなるんですけど、え資料からは、えその像の朝廷の見つめを受けた漢人みたいなことは分からなかったので、まあ、これはおそらくドラマのオリジナル脚本というか、オリジナル設定だと思われます。 はい。ということで、まあ、実際の歴史においてもジュレンソンが、僧の朝廷の密命を受けた肝心だったのかどうかわかりませんが、まあ、とにかくドラマではこのように描かれるようです。はい。そしてこのように言われたタメトキは、えジュレンソンの願いを聞き入れませんでした。はい。ではなぜタメトキがジュレンソンの願いを聞き入れなかったのかというと、それは前々回くらいの放送で描かれていたと思うんですけど、 えー、ため時が越前の国に行く前に、えー、道長から、朝廷は越前での僧人との商いには応じない。だから僧人には帰国するよう促してくれ。みたいなことを言われていましたよね。はい。なのでため時は、ジュレンソの願いを聞き入れなかったということになります。はい。ではそもそもなぜ道長がこのように言ったのかというのを、えー、ちょっと補足説明しておくと、えー、まずシンプルな理由として、えー、越前の国っていうのは、都からすごく近いです。 なので、この越前の国を外国人に対して解放してしまうと、もしかしたらこの越前をきっかけとして、都に攻め入れられる可能性があったわけですね。まあ、一応あの前回の放送で三国の若丸が、総人は戦を好みませんみたいなことを言ってましたけど、でもわからないわけじゃないですか。もしかしたらこの越前を解放したということをきっかけに、都に攻め入れられるっていう可能性もゼロではありませんでしたので、まあ、そういうことがあって、道長は、 朝廷はい。またそれだけではなくて、平安時代ってすごく平和な時代で、外国との戦いはなかったと思われがちなんですが、実際はそんなことはなくて、平安時代の初期にあたる811年から935年にかけて、 朝鮮半島に白木って国があったんですけど、この白木の人たちが日本にやってきて海賊行為を働くみたいな事件が何回か起こっているんですね。はい、それに、ためキとジュレンゾンが話している、今この段階は996年の話なんですけど、その翌年の997年には、朝徳の入港という事件も起こっています。 これは、白木が滅亡して、朝鮮半島は、高麗という国が統一したんですけど、その高麗人らが九州全域を襲撃して、約300名くらいの日本人がさらわれるという事件も起こっているんですね。はい。ということで、まあ、平安時代は外国からの侵略行為がなかった平和な時代と思われがちなんですけど、それは教科書で習ってないからそう思ってるだけで、まあ、実際はこういう細かな事件は何個か起きているわけですね。 はい。で、それに、まあ、これは未来の話になるんですけどえ、2019年にはトイの入港という大規模な外国による侵略行為を日本は受けています。まあ、このトイの入港が大河ドラマで描かれるかどうかはちょっとわからない。なぜかというと、え紫式部がいつ亡くなったかわかっていないので、まあ、どの説を採用するかによって、まあ、ドラマでこのトイの入港がちゃんと描かれるかどうかは変わってくるんですけど、 まあ、とにかく平安時代の中期は平和ってイメージがあるかもしれませんが、まあ、実際こういう感じで何回か外国からの侵略行為を受けているわけですね。はい。ということで、まあ、そういう実態がありましたし、まあ、それに加えて先ほど説明したようにえ、越前の国と都は距離が近いので、朝廷は越前の国を総人に解放するつもりはなかったということになります。はい。なので、藤原のため時はジュレンソンの願いを聞き入れなかったということになります。 はい。以上で、ジュレンツォンの正体の話は終わりです。え続いて、マヒロとジョーミンの話を見ていきましょう。えちなみに、この話もほぼドラマのオリジナルストーリーとなっていますのでえ、そのつもりで聞いていただけたらなと思います。はい。まず一連の事件後、マヒロはジョーミンになぜ日本語を話せるのか尋ねました。これに対し、ジョーミンは、自分は日本の津島の生まれだが、え12の時、親父が口べらしのために俺を海に捨てた。 で、その時、僧の船に拾われたが、うでは牛や馬のように働かされた。ある日ここにいたら死ぬだけだと思って逃げ出した。で、その後、とある医師に拾われて、今はその医師の見習いをしている。みたいな感じで、常民は真宙に対し自分の秘密を伝えました。はい。そしてこれに対して真宙は、あなたは苦しい目にあって大変だったけど、僧の国はこの国より懐の深い国なのではないかしら。 そうの国は身分の低いものでも試験を受ければ感触を得られるのでしょそういう国に行ってみたいとずっと思っていたわ、と常民に言いました。はい。ということで、マイヒロはこのように言ったわけですがえ、これに対して皆さんどのように感じたでしょうか、まあ、僕は結構違和感を感じたというか、ちょっと頭を抱えちゃったんですよね。えなぜかというと今、今常民は、そうの船に拾われたけど、その後奴隷みたいな扱いをされたって言ってるわけで、 えーまあ、そういう層の国の実態、日本人に対する差別というか、まあ、その官民族こそがナンバーワンみたいな、そういう実態があって、えー、そういうことを真宙に伝えてるわけですけど、ただ真宙の方は層に対する憧れが強すぎて、まあ、そういう層のマイナスの面というか、なんかそういうのから目を背けようとしているというか、まあ、そういうのを見ないようにしてるって感じが僕には伝わってきちゃったんですよね。 それに真宙はずっと家教に憧れを抱いてるわけですけど、まあ、確かに家教は受かりさえすれば官職を得られるんですけど、ただこれは超難問試験になりますので、難関試験になりますので、まあ、当然ある程度身分が高いっていうか、ちゃんと幼い頃からしっかりとした教育を受けられるような人じゃないと、まあ、結果的にその受かることはできないわけですね。はい。なので、真、ま、宙、あ、は何て言うんでしょう、その僧の国とか過去に対する憧れが強すぎて、 なんていうか、その、僧の国の実態を見ようとしてないって感じが僕には伝わってきてしまったんですけど、とにかく真宙は冗民に対してこのように言いました。はい。そしてこの会話がきっかけとなって、えー、真宙は冗民から僧の言葉を教わるようになって、二、えー、人はとても親しい関係になっていきました。はい。で、真宙が冗民から僧の言葉を教わるようになったのは、 おそらく996年の秋か冬頃だと思われるんですが、そこからちょっと時を飛ばして997年の3月の話をします。で、この頃になると、まひろとジ民はよっぽど仲良くなっていたようで、ある日お父さんのため時は、えー、長い間、わしが官職を得られず、そなたに良い婿を取ってやれなかったこと、すまないと思っておる。ジ民は骨のありそうな男だ。かの人にとってもお前は救いであろう。というふうに娘のまひろに言いました。 えつまり、ため時は娘に対して、常民を子として取ってもいいぞというふうに伝えたわけですね。はい。ということで、え、997年の3月になると、もう父さんの目からもそういうふうに常民と真宙の関係が見えていたわけですけど、ただまあ、真宙の方は、え、私と常民はそのような間柄ではありませんと言って、これを拒否しました。はい。とは言っても、え、その後も常民と真宙は仲良く過ごしていたようで、ある日常民は真宙に、 え、呪様が帰ると言わない限り、俺たちは帰らない。なぜ朝廷は、そうと々の飽きの商いを嫌がるのだ、というふうに尋ねました。はい。で、これに対してマヒロは、わからない。なぜあの人はそこまでカくなのかしら、と答えました。はい。で、当然あの人っていうのは、道長のことになるんですけど、え、道長が、そうと々の飽きの商いを嫌がってる理由については、先ほどお話しした通りです。 はい。ということで、えー、真広のこのセリフからも、その宋の国に対する憧れが強すぎて、えー、越前の国を宋に解放した結果、えー、都に攻め入れられる可能性がなくはないというところに、えー、考えが及んでいないということがわかりますよね。はい。ということで、まあ、とにかく真広はこのように言ったわけですが、えー、それに対して常民は、あの人って誰と尋ねました。で、それに対して真広は、えー、左大臣、かっこ道長様よ、知り合いなの、というふうに答えました。はい。こうして常民は、 え、まひろとさだいじんがつながっているということを知ったわけですが、え、じょが、え、まひろと道長の関係を知ったということは、次回の展開につながってきますので、え、なんとなくでいいので覚えておいてください。はい。以上で、まひろと常民の話は終わりです。え、続いて、越前ではなくて、都の動きを見ていきます。はい。ということで、一条天皇の貞子への連母を見ていきましょう。え、まず復習から入ると、 えー、996年の5月に、えー、長徳の変によってショックを受けた中宮貞子は、えー、衝動的に出家してしまいました。はい。そして何度もお話ししているんですが、えー、当時出家するイコール属性を捨てるということで、えー、男女の関係をすべて解消することを意味します。はい。つまり貞子が衝動的に髪を切った瞬間に、一、え、条、ー、天皇との男女の関係は切れてしまったわけですね。はい。ということで、えー、中宮貞子が出家した今がチャンスってことで、 えー、藤原道長のおじに金末という人がいたんですが、えー、この金末の娘の藤原の義子が996年の7月に一条天皇に受代しています。はい。また同じく、えー、道長のいとこに藤原の秋光という人がいたんですけど、えー、この娘の藤原の元子も996年の11月に一条天皇に受代しました。 はい。そして、前回の放送で、これちかのお母さんの高階の高子が亡くなっていたと思いますけど、えー、その時、996年の10月に、一条天皇が貞子の解任を知るという話が前回の放送で描かれていました。はい。こうして、愛する貞子が解任しているということを知った天皇は、まあ、そのこともあって、近世の娘のよし子と、えー、秋光の娘の元子が今受大しているわけですけど、えー、この二人には全く会おうとすらしませんでした。 はい。ただ一応補足しておくと、一条天皇がこの二人に全く会おうとしなかったっていうのはドラマのオリジナル脚本で、まあ、実際のところは翌年997年の10月に藤原の元子の方は解任していますので、まあ、少なくとも一条天皇はちゃんと元子の方はある程度可愛がっていたんだと思われます。はい。ちなみに言っちゃうと、翌年の998年の8月に元子は流産しているというか、まあ、その出産の時に、 えー、お腹の中から水しか出てこなかったみたいな記録が残っているので、まあ、ちゃんと子供を産むってことはできなかったわけですけど、えー、元子が解任していますので、一条天皇は実際のところはちゃんと元子のことも、えー、ある程度大事にしていたんだと思われます。はい。なんですが、まあ、今回の大河ドラマでは、まあ、一条天皇と貞子の関係性を強調するという意味合いもあって、一条天皇は近世の娘、よし子や、えー、秋光の娘、元子に会おうとすらしないという話が描かれるようです。 はい。そしてこういう状況の中、ある日、まあ、詳しい経緯についてはガイドブックではあまり触れられていなかったんですけど、えー、道長の着災である源智子が、一条天皇と元子が語り合う場を設けようと道長に提案し、道長はこれを、えー、賛成しました。はい。ということで道長は、まあ、一条天皇と秋光の娘である元子が語り合う場を設けたわけですけど、まあ、これはドラマのオリジナル脚本であって、まあ、実際は道長はそんなことはしていないと思います。 えー、なぜかというと、まずこの時点で、えー、源の友子と道長との間に生まれた、えー、長女の秋子はまだ9歳で、えー、成人前だったので、秋子はまだ一条天皇に受代することができなかったわけですね。はい。ということで、えー、道長は受代合戦に遅れていましたので、えー、実際の歴史においては、道長はその受代合戦に遅れていることに対して焦っていた可能性が高いと思われます。はい。なんですが、まあ、ガイドブックを読む限り、まあ、今回のドラマでは、えー、道長とか、源の友子は、 え娘、秋子のことを政治の道具として利用したくないってキャラクターになっていますので、え道長はその秋子を一条天皇に受大させるってことを考えてないわけですけど、まあ、実際の歴史においては道長はバリバリ秋子のことを一条天皇に受大させたいと考えていたと思われますので、まあ、実際の歴史においては道長がえわざわざ秋光の娘、元子と一条天皇が仲良くなるような場を設けたかっていうと、まあ設けていないというふうに考える方が自然だろうなと思います。 はい。ということで、まあ、実際の道長の動きとは、まあ、結構違うと思われるんですが、まあ、いずれにせよドラマでは、えー、藤原の元子と一条天皇が語り合う場が設けられました。はい。こうして、一条天皇が笛を吹き、元子が琴を弾く、みたいなシーンが描かれるようなんですけど、えー、一条天皇は演奏をやめてしまいました。えー、なぜかというと、笛を吹いている最中に、えー、貞子にもこのように笛を吹いて聞かせたことがあったな、みたいな感じで、えー、貞子のことを思い出してしまったわけですね。 はい。ということで、やっぱり、一条天皇は、貞子への思いが強すぎて、まあ、それが止められないという状況になっていました。はい。そしてこういう状況の中、996年の12月に、藤原の貞子が第一皇女である長子を出産しました。まあ、結構この人は、終始というふうに音読みすることが多いんですけど、まあ、大河ドラマでは、訓読みで長子というふうに呼ぶらしいですね。 はい。ということで、貞子が第一皇女、長子を出産したわけですが、すでにお話ししたように、貞子が出家してしまっているので、一条天皇は貞子に会うことができません。はい。ということで、貞子は娘を出産したんですが、一条天皇はその貞子や娘に会うことができませんでした。はい。これで一条天皇と貞子に関係するお話は終わりになるんですけど、おまけとして、貞子がいつ解任したのかという話を補足説明しようと思います。 まず、996年の1月に長徳の変が起こっていて、えー、それに連座される、する形で、996年の2月に貞子が代理を退出しているということが分かっています。はい。で、この度、996年の12月に貞子が出産したわけですけど、じゃあいつ貞子は解任したのかっていうと、まあ、本来であれば、996年の2月の段階で貞子は代理を退出していますので、まあ、その前に一条天皇の子を解任していないとおかしいんですね。はい。ただその場合、 サダコが解任してから出産するまでの時間が長すぎるだろうってことで、サダコの出産がめっちゃ遅れているっていう噂が当時立っていたということが分かっているんですね。はい。では実際のところはサダコはいつ解任したのかっていうと、まあそれはよくわからないんですけど、ただ産んだ月から逆算すると、996年の、まあ、おそらく3月から4月くらいにサダコが解任していないとおかしいんですね。はい。ただこの場合、 えー、996年の2月に貞子は代理を退出していますので、え本当は一条天皇と会ってはいけないのにえ、代理にやってきて一条天皇と密会していたということになります。はい。で、これは今回のドラマで採用されていて、え実際に今回のドラマでも、その貞子は代理を追われたわけですけど、その後に一回代理にやってきて、これ地下とか高家のことをあんまり重く罰さないでくださいみたいな感じで、一条天皇に懇願していましたよね。 まあ、そんな風にドラマでは描かれていたわけですけど、まあ、実際の歴史においても、貞子は代理を退出した後に、密かに一条天皇と密会していて、でちょっとあの生々しい表現になりますけどえ、その時に一条天皇と子作りしていた可能性は十分考えられるということになります。はい。ということで、まあ、逆に言うと、一条天皇は、その貞子が代理を追われた後も、密かに貞子に密会していたってことで、えまあ、ドラマでの描かれ方もそうですけど、まあ、実際の歴史においても、一条天皇は、 サ子のことを非常に寵愛していたということがわかると思います。はい。以上で、一条天皇の貞子への連母の話は終わりです。え続いてこの動画最後の話、え藤原の信孝の求婚を見ていきましょう。えまず、997年の3月の段階になると、え真宙と常民がかなり仲良くなっていて、 え、二人は、呪様が帰ると言わない限り、俺たちは帰らない。なぜ朝廷はそうと直々の飽きないを嫌がるのだ。というふうに、え、ミ民が真広に尋ねて、え、真広がわからない。なぜあの人はそこまで堅くななのかしら。というふうに答えます。ってところを説明していました。はい。そして、ちょうど二人がこういう会話をしているときに、え、越前に遊びに来た藤原の信孝が、真広の前に現れました。 はい。こうして、まひろは、えー、えちのお酒やウニで、信孝のことをもてなしたんですけど、えー、その時に、あの、次回予告の映像でもちょっとちらっと映っていたんですけど、えー、まひろは、ウニの殻を割って、えー、そのまま豪快にウニを食べたんですね。はい。で、信孝はそんな感じでウニを食べたことがなかったので、やっぱりまひろといると退屈しないな、みたいな感じになるわけですね。 はい。ということで、まあ、そんな感じで、え、ちょっとね、あの、サムネでこの画像を使わせていただいたんですけど、まあ、この頃になると、信孝は、なんか完全に真宙を見,見る目が変わっていて、もう完全になんか女性として真宙のことを見ていますよね。はい。ということで、まあ、そんな感じで、信孝は真宙のことを女性として好きになっていたので、え、越前を去るときに真宙に対して、え、真宙、あの僧人のことが好きなのか、あいつと僧の国などに行くなよ、都に戻って来い、わしの妻になれ、というふうに言いました。 あの、これが初めから予定していた行動。つまり、信孝は、えー、真広に求婚するために越前の国に、えー、行ったのか、それとも越前の国で真広と話す中で、まあ、衝動的にね、こういうふうに求婚しちゃったのかっていうのは、ちょっとガイドブックから読み取れなかったんですけど、まあ、いずれにせよ、こうして信孝は、えー、真広に求婚しました。えー、ちなみに真広はこの時28歳。えー、信孝は年齢が分かっていないんですけど、まあ、おそらく息子の年齢などから考えるに、まあ、40代後半くらいだったと考えられています。 はい。こんな感じでマヒロ、まひろは、お父さんくらいの年齢である、えー、藤原信孝から求婚されました。はい。というところで、第23回の放送は終わりになるんですけど、えー、ちょっとちょうどいいタイミングなので、改めて信孝と紫式部の関係性を、えー、このケ図を使って整理しておこうと思います。あの、細かい名前は全然覚えなくていいんですけど、 このケースからわかるように、信孝のおじいちゃんと紫式部のおばあちゃんが兄弟ですので、えつまり二人はまたいとこの関係だったということになります。はい。なので今回のドラマでは、まあ、紫式部というか、まあ、ヒロが幼い頃から信孝はよく亀時の家に遊びに来ていてえ、幼い頃から関係性があったって感じで描かれていますけど、まあ、それが本当かどうかわからないけど、まあ、少なくとも信孝と紫式部がまたいとこでえ、親戚の関係にあったということは史実通りになります。 はい。それに、火山天皇の時代に、信孝と亀時は同じく6位のクロードっていう官職について、同僚でしたので、信孝と亀時が親しかった可能性も十分考えられるということになります。はい。ということで、信孝にとって紫式部はまたいとこであり、そして元同僚の娘ですので、まあ、関係性が非常に深くて、まあ、そういう関係性の中で信孝は紫式部に求婚したということになります。 はい。そして、第23回の放送で、信孝が越前の国に遊びに来るって話が描かれるわけですけど、実際に996年に信孝が、新年になったら越前に空人、僧の人たちを見に行こうと言っていたということが、紫式部の和歌を集めた紫式部集って資料があるんですけど、そこから分かっています。ただちなみに言うと、実際の歴史においては、信孝は、 越前の国にはやってこなかったとは考えられているんですけど、えー、ただ、信孝は、春には氷が溶けるように、あなたの心も私に打ち溶けるものだと知らせてあげたい、みたいな和歌を、えー、紫式部に送ったということがわかっています。はい。で、これに対して紫式部は、春にはなりましたが、こちらの山の雪はいよいよ積もっています。溶けるのはいつになるでしょう、みたいな返事を送り返しています。つまり、私の心があなたに打ち溶けるのもいつになるでしょうね、みたいな返事をしたわけで、 まこの頃になると明らかに信孝と紫式部の間にま男女の関係があるっぽいことが分かりますよね。はい。ということで、まあ、実際の歴史では、えー、信孝は越前の国にはやってきていないとは考えられているんですけど、まあ、こんな感じで男女の関係にあるっぽいやりとりをしていますので、まあ、実際の歴史においても藤原の信孝はだいたい今回のドラマで描かれていたのと同じくらいのタイミングで、えー、紫式部に求婚したんじゃないかと考えられています。 はい。以上で今回の動画は終わりです。いかがでしたでしょうかあの、前回の放送を見ているときに、僕は、まあ、その本格的に越前編が始まったってことで、まあ、結構その、全く別物みたいな感じになっていたので、これ本当に見てるドラマ合ってるようなみたいな感じで戸惑ったりしたんですけど、まあ、ただね、越前での話も面白く描かれそうですね。 それこそ、あの、ジョーミンっていうオリジナルキャラクターが出てきて、そのね、ジョーミンとマヒロがすごく仲良くなっているというタイミングで、えちょうど信孝から求婚される。でしかも、都にわしとかに心が通じ合ってる道長もいますので、まあ、そう考えると、しばらくはね、そういう恋愛面がかなり盛り上がりそうだなって感じがしますよね。 感じがしますよねっていうか、まあ、僕はガイドブックを読んでるので、まあ、先の展開も知ってるんですけど、まあ、その辺ね、すごく面白く描いてくれますので、まあ、今後も僕の動画を参考に大河ドラマを一緒に楽しんでいけたなら幸いです。はい。ということで、以上で今回の動画は終わりです。次回以降も今回のような動画を投稿していきますので、良ければチャンネル登録や高評価で応援をお願いします。はい。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。